ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ、茨城 GC トン C イコール6665ヤードパー72は初日から天候に恵まれていることが選手を苦しめる一因になっている。今大会は公式競技、国内メジャーということでコース難度が高い。象徴しているのがグリーンだ。初日から速さは14フィートを超え、 2日目は14フィート2分の1。硬さを示すコンパクションは25。女子の大会でこの数値は珍しい。首位に3打差の通算3アンダー8位タイのシンジエ36は、このコンディションなら週末は厳しくなると思う、と言った。1日目からも強い日差しの好転予想のため、グリーンはさらに硬くなり、速さも増すと見ているのだろう。 そこで初優勝を狙うのが、通算後アンダー2タイと高位置にいる佐久間明里、21、だ。今の女子プロは古江彩香、23、西村優奈23、山下美優、22、に代表されるように、身長15センチそこそこの小柄な選手は飛距離が出るドローボールが持ち玉。 しかし、今期のドライビングディスタンス242.70ヤード、25位、で飛ばし屋ではない佐久間は155センチでも持ち玉はフェードだ。その佐久間が見せたのが8番、400ヤードパー4。イニの木がせり出て嫌だなと思ったけど、高いフェードを打って風にぶつければいい感じで、グリーンに止まるかなと思って、 手にした 5UT でピンそば4メートルにつけてバーディーとした。ジャンボオザキの弟子といえば原エリカ、25、野兵女子ツアーで戦う佐藤ゆか、22、西郷真央、22、が有名だが、佐久間もオザキのゴルフアカデミー一期生。高校入学前からオザキの指導を受けている、ツアー関係者が言う、 佐久間はジャンボに指導を受ける前からフェードを打っていた。小柄で飛距離が欲しい女子プロはみんなドローを持ち玉にしているが、フェードの方がボールコントロールが優しいし、グリーンで止めやすい。フェードが持ち玉の尾崎はドローも打ったが、佐久間の持ち玉を変えなかった。今回の早いグリーンは佐久間向きと言えます。尾崎の弟子でフェードヒッターといえば原もそうだ。 飛距離が出る原はジャンボの助言でドローをフェードに変えた。当初はアドレスが目標に対して右向きから左向きになるなど、アドレスや弾道イメージなどでかなり苦労したようです。今ではツアー屈指のフェーダーです。前出、関係者、今期の原はここまで不調も、今大会は公式戦三冠を狙っており、通算にアンダー10位タイにつけている。 最終日は同門の優勝争いもありそうだ。